はいどうもこんにちは、大木です。現在僕は福岡にいます。ここは九州一の繁華街天神でございます。はい、右に天神大丸、そして三越をご覧いただいておりますけども、昨日ですね、夜新幹線で福岡に来てですね、ホテルに泊まっておりました。で、今日今からですね、出張で熊本の方に行かないといけないんですね。で、福岡から熊本に行くとなると、メジャーな移動手段っていうのが博多駅から新幹線に乗って、熊本というのがあると思うんですね。ただここはですね、博多駅じゃなくて天神なんですね。天神から博多駅っていうのは地下鉄で、2、3駅ほど離れておりますので、博多駅まで行くのに、ね、ちょこっと時間がかかるんですよ。そうなんですけども、天神から熊本に、ね、一本で行ける交通手段があって、でしかもね、新幹線より安く行けると、そういう移動手段を発見したんで、今日はそれをですね、使って熊本に行ってみたいと思います。はい、今日使うのはですね、高速バス日の国号になっております。はい、この日の国号なんですけども、新幹線だと博多から熊本まで、まあ、大体、40分から1時間ぐらいで行くんですけども、この日の国号だと、大体2時間ちょこっとで行けるんですね。まあ、新幹線の、まあ、倍ぐらい時間かかってしまうんですけど、ちょうどいい時間で熊本に着いてしまうということなんですね。でこのね、新幹線だったら、まあ、大体1時間ぐらいで行けて、で他の交通手段だったら2時間ぐらいかかる、これどっかで聞いたことないですか？はい、そうなんですよ。名古屋から大阪、この距離もね、新幹線だと1時間ぐらいで、近鉄特急の日の鳥だと、2時間ぐらいということなんで、なんかちょうどね、よく似てるんですよね。はい、ということで、名前も似てるということで、九州版日の鳥ということで、今日はですね、日の国号に今から乗っていきたいと思います。はい、こんなね、例えするのね、世界中どこ探しても青木チャンネルぐらいしかないと思いますけどね。はい、ということで、独自性をね、最近、極めようとしておるところなんですけども、私たちはですね、天神高速バスターミナルというところに今から向かいます。このですね、三越が入っているところですね、あ、ちょうど見えますね。このですね、2階部分を西鉄電車が通っていましてですね、この上をですね、西鉄バス、高速バスがね、通ってるんですね。そしてこの、下はですね、西鉄バスが通っているということで、その日の国号っていうのは、西鉄バスと、あと九州三光バスというですね、熊本の、バス会社が運行しているということで、まあ、何が言いたいかというとですね、このね、1回も2回も3回も、ね、全部ね、西鉄グループが牛耳ってるという、そういう状態になってます。西鉄バスめっちゃね、本数多いですから、まあ、天神っていうのは本当にね、ある意味西鉄が作り上げている街という、そういう風にね、理解していただくとね、すごい簡単かと思います。さあ、ではですね、バスターミナルの方、この信号を渡って向かっていきましょう。さあ、信号を渡ってきました。私たちは天神のメインストリート、渡辺通りを歩いております。はい、渡辺通りですね、ちょっと噛みましたね。そしてこの地下入り口がありますけど、この下には天地下という地下街が通っておりまして、高速バスターミナルへはですね、この天地下を通っても行くことができます。この建物の中にあるんですよ、この三越の、ね、中にありますので、どっかに入り口があるはずです。そう、この日の国号と日の鳥は似てるよっていう話をさっきしたんですけども、もう一個ね、似てる点がありまして、この日の国号っていうのは、この天神っていう繁華街の部分からね、出発して、で途中博多駅も通るんですけども、熊本の繁華街ですね、まあ、大阪でいうと、まあ、難波みたいな、そんな感じのところなんですけども、そこにも、乗り入れてくれるんですよ。具体的には熊本桜町バスターミナルという、ね、ところに、停車する。で、終点の熊本駅まで行くんですね。で私たちは今回終点の熊本駅まで、乗りたいと思うんですけども、で、まあ、新幹線の場合は熊本駅にしか行かないということで、この近鉄特急日の鳥の場合っていうのは、まあ、名古屋はね、もう名古屋駅から出発するんですけども、大阪側だと、繁華街の難波に、ね、乗り入れるということで、まあ、繁華街に乗り入れるということで、お互い日の鳥と、ね、日の国号似ているんじゃないかなと思います。さあ、書いてありますね、西鉄天神高速バスターミナル乗り場って書いてあります。はい、まあ、西鉄って書いてあるんですけども、西鉄バス以外の高速バスも乗り入れているということで、まあ、名古屋でいう名鉄バスセンターみたいな、そんな意味合いですよね。名鉄バスセンターにもね、思いっきりJR バスとかね、乗り入れてますからね。はい、ということで、こちらですね、2階って書いて、3階って書いてありますね。さっき高架見ていただいたあそこに、ね、繋がっているバスターミナルです。ここからエスカレーターで行けるんですね。はあ、バスターミナルにやってまいりました。めっちゃ綺麗ですよね。そしてめっちゃ大きい。はい、これ見てください。で、九州のね、中で行けないところはないぐらいね、ここからですね、バスが出ております。そう、福岡を含め九州っていうのは、鉄道よりもバスの方がですね、移動手段として定着している場合が多いんですよね。はい、ということで、別府とか佐賀とかね、
あと遠く鹿児島まで行くことができたりします。遠くというこの下ですね、東京ですね、はい、かつてキングオブ高速バスってね、あの言われていた水曜どうでしょうとか出てきた博多号というですね高速バスがここから出てたりします。はい、でこう見るとこう大阪がないんですよね。そう、大阪までのね、あのバス輸送、高速バス輸送、まあ、当然夜行バスになるんですけども、それはね、あの多分なんですけど船ね、名門太陽フェリーとか阪急フェリーに奪われてしまっているんだと思うんですよ。えですね、前はあったんですよ大阪駅、でもねなくなっちゃいましたね。さあということでこれで、ね、見ていくと、はい、3番乗り場熊本って書いてあります。見てください、これ他のね乗り場はね、あの、複数の都市に行くバスが、うん、あの出ているんですけども、3番乗り場熊本ってこれ専用の乗り場になってるんですね。はい、聞くところによるとね、この熊本駅ってめちゃくちゃ本数が多いそうなんですよ。その辺も含めてちょっと見ていきましょう。はい、3番乗り場バス行っちゃいましたね。でも行っちゃっても大丈夫なんですよ。はい、これ見てください、10分か20分ぐらいに1本ずつですね、バスが出ております。で、これ見ますとですね、あの熊本駅行きと桜町バスターミナル行きの2種類があります。熊本駅に行く途中にですね桜町バスターミナルっていうのがございまして、で、桜町バスターミナルまで行くやつっていうのが結構多く運転されているんですね。で熊本駅まで行くやつっていうのは、1時間に1本ずつぐらい出ているということですね。でその間をですね、あの桜町行きが出ているということになっています。だからまあ桜町まで行くやったらめちゃくちゃ本数が多いという結論になりますね。でここに時刻表がございますけども、はい、確かに減便が施されているとはいえすごい本数ですよね。1時間に3本以上はですね確実に本数が確保されていると、そんな状態になっております。はい、これ見ますとね、これ扉のところにくまモンが、ね、書いてありますね。ここはもう熊本やでみたいな、熊本行くバスしか来おへんでみたいな、そんなねあのアピール力があるステッカーになってますね。これちっちゃいんだけどめっちゃねアピールありますよね。これ福岡ですよ。はい、ちょうどこれ最年始ね路線運賃表ということで出てきました。各駅停車ってやつとスーパーノンストップっていう2つの、系統が運行されてて、それがですね大体まあ20分合わせて20分に1本ずつぐらい出ているということなんですね。はい、でこれ案内表示が英語になってしまいましたけども、熊本までの運賃というのは、2280円ですねになっております。でこれ3月からね2500円に値上がりするらしいんですけども、博多から熊本まで新幹線で行こうと思ったら自由席に乗っても4700円かかりますので、約ね2分の1の値段で移動することができるようになってるんですね。で新幹線って自由席なんでね、座れるってことは保証されていないんですけど、これはね予約はしなくてもいいんですけども、ちゃんとね着席できますのでね、バスだったら。ですのでね、あのしかもこれ、はい、大きい荷物持ってるんですけどトランクにも預けられるというそういうですねメリットも、ありますので。はい、でさっき各駅停車とスーパーノンストップがあるということで申し上げました。でこの各駅停車とスーパーノンストップってね、要はねあの鉄道でいうと普通電車と特急みたいなね、それしかないっていうめちゃくちゃ格差があって、まあ、あのそういう運行形態やってるのは長野電鉄とかそこぐらいしかないんですけども、まあ、そんなの置いといて、この各駅停車とスーパーノンストップってどれぐらい所要時間かかるか調べてみたんですけども、そんなに変わらないみたいですね。言って20分ぐらいしか差がないみたいなんで、まあ、来たやつに乗ればね、熊本に早く着くというそういう風になっているようです。でそう肝心なことを言い忘れてました。この日の国号っていうのはイコカなどの IC カードとかも使うことができるんですけども、ですので本当に気軽に乗れるということなんですね。で私たちはですね一番上に出ている12時40分のスーパーノンストップ熊本駅前駅、こちらに乗車していきます。はい、じゃあそろそろ並んでいきましょう。予約なしで乗れるバスの場合はですね、このようにレーンが設定されてまして、そのレーンにね並ぶことになっております。で私たちは 3C というところで、ここですねに並びましょう。あ、ちょうどやってきましたね、こちらです。あ、すごいトイレ付きだ。さあバスは天神の高速バスターミナルを発車していきました。はい、ここがね出入り口になっているんですけども、バスはですね天神のメインストリート渡辺通りを進んでいきます。で次の停車駅、停留所はですね博多駅になってます。そう、このバスですね博多駅からも乗ることができるんですね。
バスは7、8分ほどで博多駅に到着。いいですね、博多駅のこの前景をね、いつも歩いて見てるんですけども、バスの横から、ね、見れるっていうのはいいですよね。はい、バスは博多バスターミナルで乗車扱いをします。はい、で博多駅の横にバスターミナルはあるんですけども、この正面からは入ることができないんで、1分ぐらいですね裏に回ってですね、そして、バスターミナルに入ってくるんですけど、これ映像ではちょっと分かりにくいかもしれないですけど、こんな感じでね、アクロバティックにもうヘアピンカーブみたいなの曲がってですね、それで、はい、バスターミナルの方に入っていきます。そう、博多駅のバスターミナルっていうのは天神の高速バスターミナルと違ってですね、敷地が狭いんですよね。天神だったらね、堂々とね出入りできるんですけど、こんな感じでね、めちゃくちゃ狭いところをね、入っていくっていうのが博多のバスターミナルの特徴ですね。はい、まあ、天神はね、西鉄がね高速バスターミナルを構えてて、まあ、西鉄が買っているんですけども、博多駅はね、まあ、なんせ JR のものですからね。はい、JR の横にねひっそりとねなんかバスターミナルがあるみたいな、そんな感じになってますね。はい、博多駅のバスターミナル入ってからね、もうバス回ってばっかりいるんですけど、はい、こちら見てください。 JR 九州の鹿児島本線の電車がね、俺ら余裕やでみたいな感じで博多駅に入ってきますよね。線路のこの多さでね、もうバスはねめっちゃ狭いとこね、一生懸命曲がってるのに、電車はもうまっすぐね余裕持って入っていってるって、この格差がすごいですよね。バスは博多のバスターミナル出るとすぐにですね、これ多分福岡一大きいんちゃうかなっていうね、博多の駅前の太白通りを進んでいきます。はい、この太白通りを、ずっと行ったところに高速道路の入り口があるので、そこからですね、都市高速に入っていきます。いや、ほんとこれすごいですよね。開放感すら覚えますよね。さっきまでめっちゃ狭いところねぐる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 してたのね、もうねここはね余裕を持って、鹿児島本線のさっきの電車に負けないぐらいねまっすぐ走ることができます。バスは都市高速を経て福岡と熊本を結んでいる九州自動車道という高速道路に入ってまいりました。で、これ測ってみたんですけど、常時だいたい時速100キロぐらい出してるんですね。100キロっていうと高速バスでもだいぶ速い部類に入ると思うし、またね下手したらね JR の快速列車はおろか特急よりもね速いんちゃうかって思ってしまうぐらいの、スピードになっておりますけども、でもね乗っててそんなに揺れたりすることもなくて、なんでこんな快適やのに速いんというふうにね感じてしまうぐらいやったんですよ。で、先ほどこのバスにトイレがついていると申し上げましたが、このバストイレ休憩がないんですね。全体の所要時間でも2時間半程度なので、多分なんですけども運転手さんが休憩をしなくてもいいような時間で設定されているんだと思います。さあ、およそ2時間もしないうちにですね熊本市街にやってきました。横に見えている路面電車ですね、これに並走しながら市街地のいくつかの停留所に停まっていきます。で、この路面電車とこのバスなんですけどね、この後驚くべき光景を見ることになります。さあ、バスは単調に走っておりますけども、横をご覧ください。お、嘘でしょ、今一個路面電車を追い抜きましたよ。いや、なんか駅に停まる寸前とはいえね、なんか電車って車とかよりも速いってイメージあったんですけど、なんか普通に何食わぬ顔で追い越していきましたよね。ということでね、熊本ってね実は道路がね、路面電車沿いの道路が結構いい感じに整備されてるんで、こんな感じでねバスが路面電車追い抜くってことザラにあるんですよ。はい、バスは熊本の繁華街通り町筋の近くを走っております。ここの通り町筋というバス停でもですねバスを降りることができます。そう、熊本っていうのは熊本駅前、私たちが向かっているところあたりっていうのはあんまりねこの辺に比べると栄えてなくて、この通り町筋とあと次に停車する桜町バスターミナルですね、その近くには熊本新市街と呼ばれる繁華街が広がってまして、そのあたりはですね、熊本一の繁華街というふうになっております。なのでこんな感じで、繁華街ですね、名古屋でいうと栄、大阪でいうと難波みたいなところでですね降りることができるっていうのは非常にありがたいですよね。はい、森が広がってますけども、こちらにですね熊本城があります。はい、熊本城の石垣を見ながらですね、なんか影が見えてきましたけども、もう一回ですよ、本日2本目ですよ、また路面電車をですね追い抜こうとしております。はい、
でバスターミナルに入ってきました。ここがですね、先ほどちょっと申し上げた熊本新市街にあります桜町バスターミナルとなっております。昔はですね、熊本交通センターというふうに呼ばれてまして、これの上にはですね阪神百貨店が入ってたんですよ。そう、熊本なのになんかね阪神百貨店があって、で阪神タイガースのグッズショップもあったんですね。はい、なんかね、なんでこんなとこに阪神やねみたいな、そんな感じやったんですけども、今はですね、改装されまして、また違うね、百貨店、まあ、百貨店というか商業施設が入っております。はい、そして次は熊本駅前終点なんですけども、またですね路面電車、市電を追い抜きましたよ。いやー、なんでこんな電車って遅いんやろうってね、思えてしまうような、そういう体験を、しましたけども、まあそれだけねこの日の国号というのは私たちを安全に快適にそして早くね運んでくれるもんなんだなということを実感します。はい、ということで熊本駅前に到着しました。熊本駅の、ね、正面まで行ってエンディングを撮っていきたいと思います。まずはこのバスを見送っていきましょう。はい、エンディングです。ということで熊本駅の、正面口、これ何口っていうのかな、あの繁華街に面したですね、入り口の方にやってきております。はい、ということで今回はですね、福岡から熊本まで高速バスに乗ってやってきてみました。いかがでしたでしょうか。いや本当ね、終始爆睡でした。本当快適すぎてね、バスがね、この茶色を基調にした外観ね、座席のシートとか、いやこれは絶対快適だろうと思ったんですけども、うまいことね爆睡してしまいました。うまいこと爆睡したってそれね、どういうことか分かんないですけどもね。で時刻が午後3時5分ぐらいなんですね。福岡天神を出発したのが12時40分だったので、だいたい2時間20分か30分ぐらいでここに来ることができました。でこれ終点から終点なので、例えばね博多駅から桜町バスターミナルぐらいだったらちょうど2時間とかぐらいでね着けちゃうんですよね。高速道路を走ってる時このバス何キロぐらいで走ってるのかなって見たらですね、なんと100キロぐらい出してたんですね。100キロって言うと高速バスでも結構速いね部類になるんですけども、でもねめっちゃ快適だったんですよ。100キロ出してるとは思えないぐらいね。その点もね近鉄特急火の鳥とね似てるなと思って、近鉄特急火の鳥もね速いんですけど、結構速さを感じさせないぐらい快適なんですよね。全然揺れたりしなかったりとか。はい、ということで、めちゃくちゃね火の鳥に通じるところが多い高速火の国号、これはね福岡から熊本に移動するのに、選択肢の一つとして十分ね使えるものだと思いますので、2時間あるとねちょうどこうやって休憩したりするにも良かったりするので、皆さんもぜひ、ね、福岡熊本間移動するときこの日の国号を使ってみてください。それではご覧いただきましてどうもありがとうございました。